ゼハートガレットガンダムレギルス行きます。はいということで、以前エクバ2の実況待ってますってコメントいただいたんですけど、これで合ってますこれで合ってるかな。これは実況は実況でも、これは後付け実況ですね。初の後付け実況です。援護は任せた。でこのスターウィニングガンダムのパイロット、フミナちゃんめちゃめちゃ可愛くない俺アニメ見てないからよくわかんないんだけど、できることなら撃ちたくないな。でこのレギルス、格闘チャージが強いです。私パッドでやってるんで格闘チャージ難しいんですけど、あの三角ボタンと R2 ボタンに格闘を設けてるんでなんとかなってます。それとこのレギルスビットはね、前後サブがお気に入りでめちゃめちゃ使ってんだけど、これ強いよね。だって追いかけなくていいんだから。痛いな。あ、向こうも持ってんのね、ビットみたいなの。よし、いいぞ味方が。あー、ちょっと待って、それはカット体勢高すぎるな。カットできない。ちょっとちょっとやばいぞこれは死ぬぞ。いや負けるやばい。ここは覚醒しとこう。危ないな。前後サブをね、覚醒中はね、前後サブを惜しみなく使おうぜ。お、これワンチャンあるか前後サブはね使っとかないともったいないんで、いつかのアップデートでサブの回転率が良くなってたと思います。その代わり体力は下がっちゃったんだけどね。なのでサブはバンバン使って。危ねえな。おい、ちょっと死んじゃうぞ。ゲロビでいこう。万死に値するごしゃったな。余計なことしないで逃げよっか。危ねえ、マジで危ねえ危ねえ危ねえ。殺される、殺す気満々だぜあいつ。ちょっと下がれ、ビート使って。さすが味方だ、決めてくれるんだから。ちょっと変な飛び方してねえかはい、ということで勝つことができました。ご視聴ありがとうございました。